阪神は長野をドラフト1位で狙っていた。過去に日ハムからの4位指名を拒否し、ホンダに進んだ長野を、巨人は2008年のドラフトで1位指名する予定だった。しかし、同年に東海大相模の太田大志の出現により、巨人は太田の1位指名に方向転換。それを知った阪神スカウトは、長野本人に巨人と縁はない。どうしてもお前が欲しいと伝えた。ドラフト会議当日の開始1時間前、長野から電話があり、何年待っても巨人に行きたいと、阪神スカウトに断りの電話が入った。そして、ロッテが長野を2位指名するが、2度目の拒否をし、翌年のドラフトで巨人の1位指名を勝ち取った。